言うてもですよ、言うてもですよ、言うてもですよ。僕はでも日本語めっちゃうまいですからね。自分で言うなよ。へい、みんな元気。ちょっと今日はね、あれですよ。今、へいこいた。今、おならしてるね。完全に椅子の動いたことにしよう。ほんとほんとほんと。今日、ちょっとね、四位ヒョークさんの家遊びに来ちゃった。いえいえいえ。この前焼肉食べてね、そこ曲やろう。今、実は撮ったんだけど、ちょっとまぁ、こんな感じです。まずさ、知らない人も多いと思うんだけど、名前からして要因曲ってことで、まあ、もちろんコリアンなんですけど、コリアンね。うん、で、僕はあなたのこと観光人だと思ってなくて、僕は関西人だと思ってるんですけど、これ間違いないですか？間違いあります。あるのってか、その日本語さ、韓国人だから。あ、ほんと？でも、電話で喋ったら分かんないですよね。分かんないですね。ああ。でも、小学校の時ちょっと日本に行ったんですもんね。そうなんです。で、日本大学行って、そう。でもそれが日本大学が関西だったから、そう若干関西弁なんですね。若干じゃない、すごい関西弁ですよ。突っ込むしね。突っ込むし、言うてもですよとか俺この前言われてさ、言うてもですよ、言うてもですよ、言うてもですよ。これあれだよね、動画のタイトルを、関西弁が流暢な韓国人で言ったらすごい盛り上がるけど、そこで言ってもね、そこで言ってもね、そうそう、ミュージシャンやもんね。一応ミュージシャン一応で言っちゃった。一応ミュージシャンやってるんですよ。そう、でもちょっとマイクとかもね、がっつりしてして、プロツールズでもあって、で、どう、ちょっと俺もラップのレック終わったんだけど、ねえ、もう初めて行きましたよ。グモリハリナイ、バンリナイ、生ラップ。あ、生ラップ、生ラップね。気持ち悪かったでしょ。気持ち悪くなかった。気持ち悪くなかったです。あ、ほんと、優しかった。優しかった。そうね、あれはエロさを目標として撮ったから。クリスマスに女の子と過ごすためのことでしょ。そうですよ。俺正直、なんていうんですかね、いいラップを作りたいっていうより、この曲を作って、なんとかして女の子をモテるために、ここに来てるから。そうらしいですよ。そうらしいですよ。そうらしい。Me too ですよ。あ、本当。あ、彼女ないんだ。そうですよ。あー、飢えてるんだ。いや、それは彼女いても飢えてますから。あ、そうなの。両方飢えてるんだ。妹いるんでしょ。妹がいる。もう妹も東京いるんでしょ。今ね。うん。で、東京に住んでるらしいんだけど、よく妹とかどこ住んでるか知らない。知らない。え、なんで？なんで？いや、なんで知ってるんですか、むしろ。え、だってさ、なんか、だってさ、妹だぜ。別に、会ったっていいじゃん。妹だぜ。妹だって、家知らないだよね。いや、知らないです。会ったっていいですけど、もう会わなくてもいいじゃないですか。あ、そうなんだ。電話番号知ってるんだよね。電話番号知ってる。電話番号知ってるんだ。でも、家聞けない、やっぱり。いや、聞けないわけじゃないけど。聞かないんだ。聞かない。いや、別に、だって家行くことありますよ、妹の。あるある、全然あるよ。だって、なんかね、会ったら、あーとか言って。ああ、ほら、だからそうでしょ。そうだよ。でもさ、妹に前会ったのさ、5年前だっけ。だから最近は会ってますよ。ああ、最近は半年前ぐらいでした。半年ぐらい、東京にいるのにね。東京にいるのに半年前ぐらいだって。その前とかはすごい前ですけどね。それ3年前3年前。3年前の前が5年前とか。マジか、3年前5年前か。じゃあもしかして次会う時、妹また数年後の可能性もあるんだ。40代ですね。てか、いくつよ、いくつよって。まだ20代じゃないですか。いや、でもちょっとこの曲はいい感じになるんですか。いや、本当に多分面白いですよ、結構ね、なるよね。ちょっとじゃあ今ここで、あーりゃ、あーりゃ、あーりゃ、え、おー、ないいや、わかんないけど。いや、やらない、もうやらないの。歌も関西弁で歌ってくれるのか。いや、英語です。それは英語で、おー、そうだ、リミックカバーだもんね。あ、そうそうそう。ちなみに、これはカバーソングだよね。カバーソングのプラス僕のラップ乗っかって、ね、最初あれじゃんね、ラストクリスマスでやろうと思ったけど、ヨウ君がこれ違うって言い出して、これは僕歌えないっすよっていう。で、なんでなんか違う、This Christmas だよね。 This Christmas の方がなんかね、R&B っぽかったです。 R&B ね。ちょっとじゃあ、今できた段階で聞かしちゃおうか。これ多分明日アップできるんですけど、いい？ダメ？言いましょう。ちょっとだけ。ちょっとだけ。ちょっと流して。ちょっと流そう。本当に？いいよいいよ。じゃあちょろっと流して、じゃあ最初のさ、16小節の頭。オッケー。うん。心温めたい。 It's Christmas 大好きな君。 Oh, It's Christmas 感も分からず迎えた This Christmas 外は輝くまるで Christmas。 OK! OK! まあまあこんな感じね。だってこれ何もやってないこれ今しょぼしょぼですからね。しょぼしょぼだよね。しょぼしょぼなんで、しょぼしょぼから何になるのかな。しょぼしょぼからぼしょぼしょになるのかな。何になるのか分からないけどね。
ちょっとやっていくんでね。ボショ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 、ちょっと今ね、日本語おかしかったね。多分、りょうくんの子より日本語うまいんじゃないかっていう噂があるから。僕はでも日本語めっちゃうまいですからね。自分で言うなよ。自分で言うなよ。てか、俺の友達と、なんていうの、日本人じゃない人一番うまいと思う。いや、僕もね、自分で言うのもあれですけど、うん、僕みたいな外国人会ったことないですよ。だってさ、ちょっといい、あのさ、あの、ちょっとこの人の家、だって、置いてある家の本が韓国人じゃないもん、だって。だってさ、僕の洋館、だって本全部日本語で読んでるんですよ。いや、しょうがないでしょ、これ。全部本さ、しょうがないでしょ。全部日本語でしょ、だって。そんなことないですよ、まあ、まあ、そうすごくな、ナルトとかまでね、全部ね。終わるらしいですね、終わったらしいですね。終わっちゃったの、寂しいね、それね。そうか、ちょっとぜひぜひ、じゃあちょっと。韓国人か関西人かわからないよくプライベートすぎるでしょ。これはここまで言ったらゴミ箱は映さない。ゴミ箱はね、映さないし。あれ、チャンネルやってるよね。やってますよ。やってるっていうか、まあ、でもあれでしょ、曲アップしてるから半端ない曲いっぱいアップしてるから、ちょ、リンクは下に貼っとくんで、みんなアンチコメントとかにね、たくさん書いて。いや、アンチコメント、リンク下に貼っとくんで、ぜひ見てみてください。じゃあ、曲は、いつからアップできるのこれ。だって今もレックして、あとミックスやって、ちょっと映像も作りたいよね。ってことで、4人力さんの家からでした。まあ、これからも曲を楽しみってことで、よろしく！よろしく、では、バイバイ。マジ気持ち悪いんだけど。チャンネル登録してね。がむしゃら、いくぜまだまだ、他にも関係ねえ。自分のあり方、たとえ答えなくても、もがいてもがす先は果てしたい。がむしゃら行くぜまだまだ他にも関係ねえ。自分のあり方たとえ答えなくても、もがいてもがす先は果てしない。